リタオラはイギリスの歌手、女優である。2012年2月、DJ フレッシュのシングル、ホットライトナウに客演し、イギリスで、首位獲得。彼女のデビュースタジオアルバム、オラはイギリスで、初登場1位を獲得。このアルバムからのシングル、R.I.P. と、How w e e は、イギリスで1位を獲得した。これによりオラは、 2012年に3曲連続全英チャート1位を獲得した唯一のアーティストになった。2014年、シングル、I Will Never Let You Down がイギリスで主要獲得。そして、客演したイギー・アゼリアのシングル、Black Widow はイギリスとアメリカでトップ5に入った。2015年、The Voice UK 第4シーズンのコーチに就任。その年に終わりに、 X ファクター第12シーズンの審査員に就任した。ユーゴスラビアのプリシュティナで、アルバニア系コソボ人の両親のもとに生まれ、その年にイギリスロンドンに移住。のみの市で有名なポートベロストリート周辺で育った。演劇学校と短大で学ぶ一方、2004年と2009年には人気オーディション番組、ユーロビジョンに出場。 クレーグ・デイビッドら何人かのミュージックビデオに参加する、ほか、ロンドン市内のバーで歌っていた。あるスカウトマンの紹介で、JZ に会い、ロックネーションレーベルに所属することとなった。2011年に自らネット上に宣伝ビデオをアップロードし始めて話題になり、ホット・ライト・ナウが UK シングルチャートの1位になった。リタはアルバニア語を話す。彼女の母親はカトリック教徒。 父親は文化的ムスリムである。彼女は宗教について尋ねられたとき、リタは自分自身を宗教的だとは思っておらず、もっと精神的な人物と考えていると語っている。リタは自分自身をフェミニストだと考えている。彼女は母方の祖父を住まいバグラクタリは外交官だった。彼は1980年代にロシアのアルバニア領事だった。 彼女の父方の祖父ベシムサハチューは映画監督、演出家であった。2015年7月10日、リタはロンドンのコソボ大使館で、コソボ共和国大統領アティフェテ・ヤアヒアーガによって名誉大使に任命された。式典に参加したオラは元イギリス首相トニー・ブレアとその妻シェリー・ブレアと会談し、コソボの青年を助けることを約束し、役割を 誇りに思うと述べた。2013年4月から2014年6月までカルビン・ハリスと交際。トミー・ヒルフィガーの息子、リチャード・ヒルフィガーと1年間交際した後、2015年7月に破局。2021年4月頃から映画監督の大河ワイキキと交際中。ありがとうございます。